はいどうも、以前トイックで990点を取得したことのある翻訳家桑田真澄と申します。どうぞよろしくお願いします。本日は久しぶりに英語の解説の方をさせていただこうと思います。本日のテーマは SDGs です。最近よく耳にすると思うんですが、この SDGs は2015年9月の国連サミットで採択されたもので、国連加盟国193カ国で2016年から2030年の15年間の間で達成するために掲げた目標なんですね。17の大きな目標とそれらを達成するための具体的な169のターゲットで構成されているということなんですけれども、覚え方としては牧原ひろみさんの背番号17が大きな目標ということで覚えてもらって、そして169という数字はロッテの美作学選手の身長169センチと同じだというふうに覚えておけば忘れにくいかなというふうに思います。では SDGs は何の略かということなんですけども、それは Sustainable Development Goals の略なわけですね。で SDGs と持続可能な発展目標たちということになります。ここで注目はサステイナブルですね。これは先発、中継ぎ、抑えと分けることができまして、サステイン、エイブのパートから構成されています。まず先発のサスというのは下を意味する意味があります。そして例えばサスペンダーという言葉がありますよね。このサスペンダー、はい、これは下にぶら下げるという意味がありまして、サスには下という意味があるんですよね。そして中継ぎの定員というのは保つという意味がありまして、例えばメンテナンス、日本語発音で言うとメンテナンスですよね。これはつまり維持という意味がありまして、エンターテイメントのエンターテインという言葉だとエンターというのは間という意味がありまして、で定員というのはやっぱり保つという意味ですね。つまりおそらく昔の晩餐会などパーティーでですね、食事の合間に持たせるために歌やダンス、ピアノ演奏が入ったかと思うんですけど、それらを全部含めてエンターテインメントと言っていたように思われます。そして抑えの able に関してですけども、可能という意味がありますね。で believe、 信じるとくっつけると believable、 つまり信じられるという意味になります。さらに否定の an を先発のポジションにつけると unbelievable、 信じられないという言葉になるわけですね。このように長い単語というのはだいたい先発、中継ぎ、抑えに分けることができますので、それぞれの単語の意味を理解しておくと、その単語が知らなくてもおおよその意味が理解できてくるということなんですね。例えばこの漢字ですと手と股、つまり下半身を使って武器を動かす行為をしている、あ、つまり投げるということなんだと想像ができますよね。結構漢字も英語も同じ方法で解釈できたりするので、それぞれのパートを理解しておくだけで理解できたりするので、なかなか面白いもんですよね。ということでサステイナブルは単に持続可能なと訳しておりますが、下から支え持続可能なという意味が込められているんですね。はい、続きましてディベロップメントの解説ですが、先発の D は否定を意味し、中継ぎの develop は包む、そして抑えの面とはこれは名詞ですよという意味があります。つまり包み込まないものという意味があるんですね。これは江戸末期の鎖国状態から開国したことによって発展しましたという経緯になんか似てますよね。ちなみに封筒はエンベロープと言いまして、中に包み込むという意味が込められております。はい、そして最後のゴールズですが、これは17の目標を指しておりますけども、複数あるのでゴールの G に複数形の S が付け加えられたものというふうになっております。ということで SDGs の解説は以上となります。はい、今後も流行りの略語や意味がわからず使っているけど実際どういう意味なのという単語ですとか、和製英語の紹介などをやっていきたいと考えておりますので、気になる方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。また桑田真澄のレッスンサイトもありますので、興味があれば1ヶ月980円から限定公開動画の視聴や個別レッスンを受けたりできますので、覗いてみてもらえると非常に嬉しいです。はい、まだまだステイホーム期間が続きますけども、この期間を使って英語の教養を深めてみてはいかがでしょうか。ということで本日も長い間ご視聴ありがとうございました。それではまた。